今日からスペイン走り再開ですね、本格的に。まあさっきまで晴れてたんですが、あっという間に雲が広がってしまいました。もうなんていうか、天気が崩れやすい季節になっているようです。プラネスはこんな感じの海岸町ですね。晴れてればきっと心地いいんでしょうが、あいにくちょっと曇りです。確かにここは晴れてれば心地いいんだろうねって感じの景色ですね。晴れてきました。ちょっとね、この坂道登りはしんどかったけど、やっぱいい景色が見れるとその苦労も報われますね。結構もう汗だくです。いやー、カルロスに勧められて走ることにしたこの道ですが、タフです。リアス式っていうんでしょうか、これもう海岸沿いはアップダウンの応酬で、疲れる。まあ、景色はいいんだけどね。まあ、頑張ります。からがくねくね道本番ですね。いやー、ちょっと、いやー、登ってきたら来たで素敵な風景が待ってるんですけどね。でもここまで上がってくるのが大変っす。絶景ですね。すごいですね。ビューポイントです。めぐめ道です。そしてこれ、イタリアから来てるというおじさんたちにコーヒーをおごってもらっちゃいました。で、イタリアに来たら泊まりに来いと。ありがたいことです。また甘えちゃいたいと思います。サントフェリウっていう町に着きました。ここはなんかのんびりした海岸町ですね。もう山道じゃなくなりましたね。平らな道が続くんでしょうか。さて、今日はこのキャンプサイトで、テント泊です。おはようございます。今日も朝はあんまり優れた天気じゃないっす。いやー、ビーチリゾートって感じですね。この辺
からサイクリングロードがあるんですね。ちょっと走ってみましょう。ここ未舗装ですけど、ラーラー、いやー、なかなか気持ちいい道路でした。自転車専用道路。そして再び、舗装道路に戻ってきて、走ってます。おー、なるほど。ここはいろいろ見どころがあるみたいですね。でもまあスルーです。飯食うぐらいかな。昼飯です。これで、6.4 ユーロです。まあたまにはこんな感じで奮発して。なるほど、ここはギリシャの遺跡があるらしいですね。まあ、興味ないからいいか。さて、フィゲラスに到着です。サルバドール・ダリのふるさとですね。おー、サルバドール・ダリ、やっぱテンション上がるな。ここがダリ美術館です。なんか来たことがあると、20年前に来たような、覚えてないような、そんな感じです。よし、で、you have a website or no? You have a website? A website, yeah, I have a website. Okay, okay.今日ここに泊めてくれることになりました。よかったです。フィゲラス、高いホテルしかなかった。 OK。